こんにちは、大輔です。本日は入国制限緩和シリーズ2021年2月の下旬版ということでやってまいります。アジア、北米、南米、中東、欧州、アフリカということで、世界各国のね、最新状況を確認をしていきましょう。アジア圏の渡航解禁ってね、なかなか進んでないんじゃないかというふうに見えますけども、今日のアップデートの中にはですね、フィリピンとインドネシア、この2カ国が含まれてますので、楽しみにされてください。そしてですね、今後の我々の渡航を左右するような重要要素であるこのワクチンパスポートね、このお話すでに取り入れ始めた国が、まあ、あるとかねないとか、こういったところを踏み込んでいきたいと思います。世界が注目する大国がですね、このワクチンパスポートを導入していくことがあるのかどうか、日本政府はどのようにそれについて考えているのか、気になる方はぜひ動画を最後までご覧ください。おそらく全世界の最新の様子を取りまとめている媒体っていうのは、ね、あまりありませんので、本動画ではどのように表現をしていけばこの短時間で皆さんにねすっと理解いただける形で世界の、ね、渡航情報試行錯誤をしながら進めていきたいと思います。世界の主要な40カ国以上になりますね、渡航ハードル短時間 で理解できる入国制限緩和シリーズ第18回目になりました。ラインナップはこちらです。1、アジアで緩和を緩めるフィリピン、インドネシア。2、中東アフリカは渡航緩和を維持しているという話。3、欧州ワクチンパスポート議論白熱ということですね。4、北米南米の入国状況を最後に取りまとめてまいります。本日もですね、こちらの表を使っていきます。いろいろと小難しい話があるのかもしれませんけど、とにかく観光での渡航がいつできるんだと、まあ今できるのかどうか、これをね知りたい方というのは真ん中のですね列の緑色の入国可能となっている国に注目をしてみてください。ただですね、これ可能となっていたとしても渡航条件がついている場合がありますので、その点重点的に1国ずつ補足をしていきますので、この動画は全世界の渡航状況を短時間で理解するというね皆さんなりの使い方をしていただければと思います。だいたい月に2回ほどですね入国制限緩和シリーズということでアップデートをしていきますので、コロナ明けの海外期待ち望んでいる方、チャンネル登録をして一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。1、アジア圏で緩和を進めるフィリピンとインドネシアに関してお話をしていきますけど、まずはねフィリピンから行きましょうか。2月16日から QG ビザと呼ばれる就労系のねビザの緩和が始まりました。あとは SRRV と呼ばれるリタイアメントビザですよね。永住権の類に分類されるね、こともあるようなこのビザなんですけど、こちら気をつけないといけないのが、フィリピン大使館だとかね、に出向いて推薦を受ける必要があるので、ちょっとねそこら辺の書類の、用意する手間というのがあるんですけど、一応はねこのビザを使って入国ができるというふうに緩和が進んでいるのがフィリピンということなんですね。で今後ですね、さらに観光目的に対してまで今後緩和が進んでいきそうな雰囲気が、個人的にはねこれ、まあ、あるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まだどうなるかわからないということで、先日のですねフィリピン渡航解禁の予測動画がありますんでね、ちょっとこちらの方に貼っておきます。まだの方ぜひご覧ください。次インドネシアなんですけど、こちらもですね2月9日から有効なビザを持っている方はですね、これ観光目的除くということですけど入国を再開するということなんですよね。まあこれねフィリピンと似たような流れなんじゃないかなというふうに見させてもらっています。観光客を除いての緩和を進めていっているというふうに見ていいんじゃないでしょうか。そしてアジア圏の中で最も緩和が進んでいる国の一つとしてシンガポールね、よく挙げるんですけど、このシンガポールですね、日本からの渡航っていうのは禁止されたままなんですけど、5月に開かれる世界経済フォーラムの行方がこうどうなっていくのかっていうことね、そのタイミングである一定数はですね隔離を免除していかないと、まあ、いけないだろうということで、ワクチンパスポートがいち早く導入されるんじゃないかなんていうね、ことをこういった可能性があるんじゃないかということを前回お伝えしていましたけども、残念ながらですねこちらの世界経済フォーラムのダボス会議がですね8月に延期になってしまったというニュースがありました。シンガポールは夏前についてはね慎重な姿勢ということで、日本のオリンピックの後のタイミングにこのダボス会議を移動したということになります。それではね他の国も見ていきますけど、前回のね
ね、2月上旬から目立った動きは、まあ、各国ともにね、なさそうです。タイは引き続きビザなし渡航をキープしてくれているというですね、まあ、アジア圏の中では軽有な国ですけど、ワクチンパスポートの検討、こちらね、話出てますので、引き続き注目をしていきたいなと思います。その他の国、オーストラリア、ニュージーランド、中国、香港、台湾、韓国、モンゴル、ベトナム、カンボジア、ラオス、ブルネ、マレーシア、ミャンマー、このあたりについてはですね、大きな動きというのは見当たりませんでした。引き続き状況をウォッチしていきたいと思います。一点ですね、今回からモルディブに関しては、こちらのね、アジア圏所属ということで整理をさせてもらっています。モルディブはですね、引き続き観光目的での渡航可能エリアとなってますので、動向はね、注目をしていきたいなと思います。ぜひね、このまま、何事もなく継続していってほしいなと思うわけですけども、どうなりますでしょうか。それではですね、次2番いきましょう。中東アフリカは渡航緩和を維持しているという話ですけど、前回と同様に入国可能エリアをピックアップしていきたいと思います。引き続きですね、中東からはドバイ、レバノン、アフリカからはエジプト、南アフリカ、そしてセーシェルなどが入国可能となっています。注目なのはワクチン接種証明で進む隔離免除ですよね。レバノンとセーシェルがすでにこれを始めています。人口あたりのワクチン接種率が世界で最も高いと言われるイスラエルですけども、ギリシャと相互に協定を結んだみたいです。ワクチン接種者は隔離なしに相互に入国できるという状況になるみたいです。さらにですね、イスラエルはギリシャだけじゃなくてですね、キプロスとセーシェルとも協定を広げていこうというふうに検討をしているみたいなんですよね。残念ながら日本からの渡航は NG なんですけど、おそらくワクチン接種者への渡航緩和がね、進んでいくんじゃないかと思われます。これはあくまでも大きな事件がなければということなんですけど、このあたりね、注目をしていきたいところですよね。それでは丸3参りましょう。欧州がワクチンパスポートの議論白熱ということなんですけど、まずは日本からの入国できる国を挙げていきましょう。イギリスとアイスランドをこちらにね、挙げさせてもらってます。それ以外のほとんどの国が日本からの入国禁止を表明してるんですね。これは2月上旬の EU の発表によるものなんですけど、ここに挙がってる国は原則日本からの入国は禁止になります。フランス、イタリア、オランダ、スウェーデン、スペイン、チェコ、ドイツ、ベルギー、ポルトガル、ポーランド、ルーマニア、ギリシャということでね、ただちょっとこれ気になるのがポーランドなんですよ。なんでかっていうと、明確な日本への入国禁止、これがね、発表されてないということで、日本の外務省の情報では明確に禁止というふうに今のところは謳われてないんですよね。実際に渡航するとどうなってしまうのか、これはね、僕の方では不明ということになります。この EU の勧告については加藤官房長官のコメントが出ていました。こんな感じですね。勧告には各国に対する法的拘束力はないと承知しており、最終的には各国の対応をよく見ていく必要があると、まあ、ということなので、結局はね、各国がどうするかにかかってるということなんですよね。そしてこのポーランドにはもう一つ不明瞭なところがありまして、これはね、ポーランド政府の公式サイトにあります。こんな記載があるわけなんですね。ワクチン接種を受けた人は検疫下に置かれますか？という質問に対して、こういう答えです。いいえ、接種を受けた人は検疫されませんということでね、これが入国検査時のことも含まれるのかどうかっていうのは、これね、不明なんですよ。ちょっとわからないということで、この先どうなるのかが気になりますよね。ということで、欧州ワクチンパスポート白熱議論が繰り広げられているというね、他の国も見ていきましょう。まあ、議論というかね、事実上緩和が進んでいってるというふうに見てもいいと思います。例えば、ルーマニアですね、こちらは2回目の接種から10日後であることが証明できれば隔離免除するよということで条件が追加されてきました。ギリシャはですね、先ほど述べた通り2月8日からイスラエルとのワクチンパスポートに同意をしているということですね。そしてアイスランド、こちらも1月からワクチン接種者は隔離免除というルールになっているんですね。そして来ました、これね、ついに来ましたということで、ジョージアをね、今日は取り上げてるんですね。なんでかっていうと、ここについてはちょっと他の国とはレベルが違うんですよ。このワクチン接種者に対する対応なんですけど、入国許可をしていくという条件になっているということで、この入国条件そのものに適用してきたということで、世界は初めての例かもしれませんね。他の国っていうのは入国許可をあらかじめ出している国に対して隔離の免除をするために、このワクチン接種証明が必要だったということで、入国できるのかどうかそのものの条件にはしていないんですよね。これについては WHO ももともと推奨はしないというコメントを出していたようにですね、ここに踏み込んだ国っていうのは僕が見た限り今のところジョージア1国のみということで、もし僕が見逃している国ありましたら、コメント欄で教えてもらえると嬉しいなと思います。次の国なんですけど、気になるのはですね、コロナ変異株で世界から
悪い意味で注目されてしまったイギリスなんじゃないかなということなんです。ということでイギリスのワクチン担当大臣、まあ日本でいうところのね河野大臣に当たるポジションの方でしょうか、こちらの方のコメントを持ってきました。海外旅行用に必要であればワクチン接種証明の発行をするよというね、発言がありました。おそらくイギリス中の旅行好きなねワクチン接種者が、もうどんどん増えていってるということなので、これらの方が黙っていないはずなんですよね。さてそれでは次のエリアに行きましょう。丸4、北米南米の入国状況ということで、まずはアメリカから行きましょうか。1月26日から出発前の陰性証明が正式に必須という形になりましたよね。これまではハワイでの隔離免除を受ける場合などに必要だったものですけど、これがアメリカ全土どこへ渡航にするにしても日本から入る場合は必須になったということですよね。引き続き入国については基本的に従来通り可能ではありますけど、このねパスポートとエスタでこの普通通り入れるということですけど、ハワイだとかねグアム、ニューヨークなど州によっては14日間隔離が義務化されているということなんでね、これ注意をしていきたいということですよね。本動画でですね、俺の国私の国飛ばさないでくれよという声が結構多かったので、今回はねいくつか追加をさせてもらいました。まずカナダに関してなんですけど、これねカナダってアメリカと正反対でアジア圏の各国こう中国とかにも負けじを取らずと厳しい入国制限がかかってるんですよね。出発前検査証明はもちろんのこと14日間隔離が必須ということで、うちですね3日間は指定ホテルでの待機ということで、この3泊するだけなのかな、2000カナダドルが必要だということで、経済的にも結構大変ですよね。カナダに渡航がある皆さんはですねちょっとここ踏ん張りどころなんじゃないかなと思います。それではエリアを移してですね南米の方を見ていきましょう。こちら南米はですね渡航が可能な国が多い印象ですよね。ここでは代表して人口が多い2カ国を挙げていきたいと思います。まずはブラジルですね。出発前検査証明が年末から前提になっているということですけど、従来通り渡航は可能なエリアになっているということですね。あとはメキシコ、こちらも特に条件はなくて今のところ渡航が可能という国になっています。そんな感じでですね世界の様子を見てきました。入国制限緩和シリーズ2021年2月下旬版、世界のワクチンパスポートの方針がまあ中心となるようなアップデートになりましたけども、まだ明確にですねこのワクチンパスポート、これがね世界中の国が、まあ、そして日本が採用するのかっていうのはまあ分かりませんけど、この先アメリカだとか中国などの大国がですね採用して推し進めることになるのかどうか、もしくはワクチン固有の問題が出てしまってですね、思わぬ形で逆戻りになることがあり得るのかどうか、これ誰にももちろん僕にも分かりませんけど、日本国内ではですね、一般国民のワクチン接種はまだまだ数ヶ月先の話だというふうにね認識されてますし、観光で渡航するなんてことはねほとんどの人は考えない時期だとは思うんですよね。こういったところが大多数の皆さんの認識ということで、でもですね世界に目を移すと、例えばすでに国民の半分以上のワクチン接種者がいる中東イスラエルであったりだとか、ワクチンパスポート議論が白熱している欧州各国というね具合に日本よりもだいぶ進んでいる、こんな国々があるわけなんです。ということで本動画が面白いとかねためになったよという方、ぜひまた次回も一緒に世界の様子を学んでまいりましょう。それではまた次回の動画で。大輔でした。